はいどうも、のびでオてギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらの高橋書店さんのディアクレールラプロをご紹介できればなと思っております。皆さんは来年の手帳は決めましたかね僕自身もですね、最近ね、こちらのですね、ディアクレールラップロを購入したんですけども、こちらの手帳はですね、僕がもうずっと使っておりまして、いつから使ってるかっていうと、僕はですね、まあ高校までは宮崎に行って、 で、まあね、その10代の頃もですねずっと中学生ぐらいかな手帳を書き始めたんですけどもやっぱりですねそのまあ、中学校とか学校にね行くのが仕事みたいなとこありますから手帳に書くことっていうのがですね、あまりないんだよねなんか宿題の日とかねそういうぐらいでございましてそれでですね手帳をねあんま書く習慣がなくてですねやめちゃったことはあるんですけども僕はですねちゃんと手帳を書き始めたなっていうタイミングはまあ、高校を卒業してですね東京に出てくるっていうタイミングなので 18からですね今ねもう手帳を書いておりましてで18歳19歳の年その2年間大学12年のですね2年間は違う手帳を使ってたんだけども大学3年生の年って言えばいいんですかねその年からもうずっとこちらのですね高橋書店さんのディアクレールラプロを使っております結構ね皆さんね手帳を買う時悩むと思うんですけどもどっちですか皆さんは月曜始まりか日曜始まりの手帳も多分あると思うんですけども僕はですね 完全なんんかねね月曜始まりの方がいいんだよ、ね、ちょっとですね、こちらのね、ディアクレールラプロについてね、ご紹介できればなと思うんですけども、スペイン語でですね、日を表すディーアと創造するっていうね、クレアール、そしてですね、フランス語で職業を意味するプロフェッションっていうね、まあその名前からですね、こちらのディアクレールラプロっていうね、まあ商品名になっております。そしてですね、こちらの高橋書店の手帳はですね、日々の仕事を充実させる素敵なひらめきがたくさん ありますようにそんな思いを込めましたとといいうことでございますそしてですねこちらの手帳に関して言うとですねスケジュール管理をスマートフォンと手帳のですね併用する人っていうのにおすすめの一冊となっておりまして、まあ、僕自身もですね結構ね、まあ、手帳をです、ね、併用して、まあ、スマートフォンとですね管理してるんですけどもまあね中身見ていくとですねこのような形でまずね最初に出てくるのはまあ、2022年のね令和4年そして来年の 2023年、まあ、再来年になるのか、2023年の令和5年、そして今年のですね、ま、あ2021年の令和3年のですね、まあ、このような形のですね、一つ、まあ、ひとまとめのまあ、カレンダーっていうのも入っております。そしてですね、ちゃんと祝日一覧とかね、書いてたりもするので、まあ、見やすいのかなと思いますけど、正直あんまりこのね、画面はね、僕は見たことないですね。そしてこのような形でですね、何曜日とかね、もう何月何日っていうのが、2022年のやつはですね、全部ありまして、こんな感じでですね、ここもあん、ま 使ったことないです、ね、僕はですすねね僕は正直ここの部分だねこのブロック式って言われるですね月間ページのねところに僕はですね予定を書き込むことが多いんですけどもこれねあの12月から始まっておりまして1日からね書けるんですけども僕自身はですねまあ、今年の手帳はねここにあるんですけどもねまあ、ちょっとね色のねまあ、あの区別っていうのをつけるとしたらですね一緒の色と思いきはですね若干2022年の方が薄いんだよねちょっとねあのカメラ越しだと分かりにくいかもしれないんですけども薄さ を感じております。まあ、それ以外は正直ですね何も変わってないかなと思いますしもちろん書き込んだらですね分厚くなるのでまあ、今今年のやつの方が分厚く感じますけどもまああの中身っていうのは変わってないかなと思います。もう正直これがですねずっと使いやすくてもうねあの買える必要がないかなっていうぐらいね僕はですね大満足しております。まああの習慣でですね書きたいっていう方にはですね向いてないかなと思います。なぜかというと習慣ページっていうのがですねこのねあの手帳に関してはないんだよね。 なのであの、ブロックで予定とか書き込む人はいいかなと思います。僕自身はそのね、週刊ページっていうか、1週、2週、3週っていうのをですね、予定入れるときって、自分のですね、こちらのね、まあアップルウォッチであったり、iPhone でですね、まあ予定を書き込んで、詳しいやつはね、それで書き込んで、ここにですね、まあ、iPhone とかだと、まあ30分前とかに予定がですね、プルーンってなってですね、お知らせしてくれたりするので、そっちの方でですね、細かいスケジュール管理はするんですけども、もしね、あの、電話で対応してるときとかに予定が決まったりすると、 こちらの手帳に書き込んだりしてるっていうのが僕のですね手帳の使い方なんだよね結構ねこれに関してはまあみんなねいろいろ自分のねやり方っていうか書き方っていうのがあるのでぜひですね今まで通り自分のですね好きなようにやっていただければいいとは思っております先ほどですねちょろっと言ったね月曜始まりと日曜始まりってあるって言ったんですけども僕はですねやっぱり月曜始まりの方が好きなんだよねなんか1週間を通して僕的には月曜から始まって日曜で終わるみたいなね1週間のイメージが ありましてだからですね最後のですねここの部分が日曜じゃないとなんか気持ち悪いんだよねこっちの日曜だけなんかねこの左側にいるっていうのが僕的にはなんか嫌でございましてまあ、これに関しては好き嫌いあると思うんですけどもなんかねカレンダーというか手帳をパッと見た時になんかね休みがですね続いてるように見えないんだよねこっちに1個休みこっちに1個休みっていうのはあまりですね僕的には嬉しくなくてなんか一周を通してですね2日間がですね最後日に休みがあるって思う方がなんかね 僕的には1週間を通してですねやっぱり僕は月曜始まりのカレンダーというか手帳を選んでおります。まあこれに関しても好き嫌いあるかなって感じなんですけどね。まあこんな感じでですね、1月2月っていう感じで、まあ来年のですね、手帳に関してはこのような形でですね、メモする場所もあります。これがですね、2ページずつあるのかな。そしてですね、次の月のですね、カレンダーっていうのもここに書いてるので、まあ1ページを通してですね、まあ電話とかに対応するときに何月来年の予定とかね、 来月の予定とかねあると思うんですけどもそういうのをですねここでね一瞬で確認できてそしてですねこのような形で目次みたいな感じでこうやってね取りやすくなってるのでこれもねまためちゃめちゃいいねまあ点なのかなと僕は思っておりますそしてですねあとね一日一日のこのですねまあ箇所っていうんですかねこのブロック部分が結構ね大きくて僕は書き込みやすくてですねもう大満足でございますねそしてこのような形でですねこれもありますこれなんていうんだっけこれ付箋付箋じゃなくてなんていうんだこういうのなんていうんだっけこういうの 忘れちゃったな。これで閉じることはできるんだけども、これね、あの、使ってるとわかるんですが、ここがですね、ふにゃふにゃしてくるんだよね。ふにゃふにゃして避けてきたりね、避けるチーズみたいに、そんな感じで避けてくるので、僕はね、あんま使ったことないですね。まあ、あのー、使う方もいると思うんですけど、これに関してはもうちょっと丈夫にしてほしいなっていうのがあります。ちなみにね、お値段言うの忘れてたんだけども、まあ、手帳ってね、わりかしね、あのー、高いと思うんですが、価格としてはですね、1705円税込みでございます。どうだろうね。僕自身は手帳はですね、もうずっと毎年 これなので1つねこの1冊でですね予定を管理できると思うと1705円っていうのは、まあ、12ヶ月で割っていただければですねめちゃくちゃ安いのかなと思いますので、まあ、あの手帳に関しては自分が本当にねもう好きなものやっぱり好きなものじゃないと1年間続けて書けないと思いますのでぜひですね自分がまあねあの見た目もねあのこだわってほしいと思いますし僕見た目もねこれねシンプルで大好きなんですけども見た目から入るのもよしだしあとは書きやすさっていうのもあると思うのでぜひですね中身も見て いいただいてですねどういう感じかっていうのは把握していただいた方がいいかなと思いますでしかもですねこちらのですね手帳のサイズが英語っていうことでまあ、リュックにも入れやすいと思いますしデスクとかねこういうテーブルに広げてもですねちょうどいいサイズなんだよねだから持ち運びもしやすいということでですね結構これ人気のある手帳なんじゃないかなと僕は思っておりますそしてですね後ろの方に行くとですねまあ大体ね手帳の後ろって言ったら付録とかついてると思うんですけどもこちらのですねディアクレール・ラプロにはどういう付録が付いてるかってと というと、まあ、ちなみに2023年のですすすねねあの3月31月日ままででででここちらに書きき込むことができますでも僕はだいたいねまああの1年周期で変えるっていうんですかねまあ来年も1月1日になったら新しい手帳にするっていうのが僕の流れなのであんまりですね1月から3月ね手紙が変わるまでにですね1月もうその再来年の予定とかがもう決まってしまえばここに書き込むんですけどもそれ以外はですねもう新しくした手帳にまた書き込むって形でございますでこんな感じでですねメモするとこも めめちゃめちゃゃ多くて結構ねあのメモしててもですね足らないっていうことはないぐらいのですね紙の量がねあってめちゃめちゃいいなと思いますそしてですね付録に関してはこのような形でですねまずは東京の路線が出てきますね茨城千葉東京埼玉神奈川っていうことでもうい字が多いねでもこういうの見る人ねめちゃめちゃ好きな人いますけども僕自身ね正直ねあの好きかって言われたらまあまあ,あの電車の中に乗ってる時とかたまにね見たり すすするんんででけどまままああそれ以外あんま見なないいかなって感じでございます僕はですね東京来てですね初めて初めてはまあ正直あのバイトとかは派遣とかしてたんですけどもその次居酒屋で働いてた時はですね僕秋葉原で働いてましたからねあのねまあ電気街昭和通りの方だったかなそっちの方で働いてたりもしたんですけどもそれ以来それ以来っていうわけではないねたまに行くけどそこまで秋葉原ね最近は行ってないなっていう印象でございます。こんんなにね路線っていうか駅がたくさんあるんだ、ね なと思いますけど宮崎じゃ考えられないぐらいのですね路線のですねもうピュッピュッっていうぐらい本当にピュッってなんかもう次のですねもう駅までの距離が近すぎますよねまあ、宮崎だったら多分ねここのね1ページも収まるぐらいもう本当にこんぐらいもう10センチが空いてんじゃないかっていうぐらいの距離を感じますけども本当にねあのー、都心になると駅がたくさんあるんだなと思いましたねそしてこれね今変わったんですけども東京のまあ近くのですね駅の周辺はここなんですけども次がですね大阪のですね近くの路線でございます兵庫 滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山ということでちなみにね僕ね本籍が奈良でございましてまあ僕のですねの奈良とかにも1年に1回ね帰ったりもするんですけどもまああのお墓参りとかねあったりするので1年に1回とか帰ったりするときは奈良に行ったりとか大阪とかねあとはねまあ蓬莱のね五五一でいうね豚まんがあるんですけどそれがもうめちゃくちゃうまいのよ本当にぜひね食べてほしいですしなんか最近ね東京にその五五一の蓬莱とはまた別なんだけどもなんだっけな,なんか が詳しいところね、あの調べていただけると嬉しいんですけど、その551に関係者みたいなね、方が作った、なんかホーラインに似た豚まんがですね、東京に進出してきたっていうか、東京でですね、オープンしたということで、多分ね、すぐ調べれば出てくると思います。ぜひね、食べてほしいなと思うんですけど、僕もね、まだ食べたことないので、もし食べた方いたらですね、味教えてください。そして次、このような形でですね、サブレイマップ東京ってことで、あ、結構東京にですね、ギュッて拡大した感じの線路図になってるのかなまあこんな感じ 感じでですね、僕がよく行くとこ新宿とかどこにあるんだろうな新宿はですねマジでいいよあとお茶の水ねお茶の水新お茶だこれはこちらお茶の水はですね僕が行くのはトゥールズっていう文房具屋さんとあとはですねまああのー、レモンかレモンに関してはですね大学の時めちゃくちゃめちゃくちゃっていうほどではないなめちゃくちゃではないけど、あのー、結構行ってましたねあとは、まああのー、僕がですね大学とかね34年生とか津田沼にねあの大学があったりしたのでそこに行く時は本当にあの近くにく ですね、あの湯沢屋っていうのがあってその湯沢屋がですねもう神様的存在でございましたねそして次こんな感じでここはなんだこれも大阪のですね拡大版みたいな札幌とかねありますね仙台福岡もあり名古屋そして京都神戸すごいねいろんなですね駅の線路があるっていうことで駅の線路なのかな線路図まあみたいな路線図かまあそういうのがありますねこういうのを見てもですね僕は全く分かんないけどまあ見る人が見たらですねめちゃくちゃ大好きなんだろうなっていうのが伝わりますねそしてこちらが 次はテレフォンリストということで主なですね連絡先が書いておりますそして次がエイジチャットエイジチャットあ年齢の早見表みたいな感じでございますね僕は1995年ということでここにねイノシシで20今年あ満27歳ってことね27歳になる年ということで1975年あ1975年は違うなんで1975年になったかわかんないけど1995年、ね、イノシシでございますそしてですね1996っていうことでずらーり立って 令和5年ままで書かれてますねあとはですね後ろには名前とかあとアドレスとかねまああの自分がよくね連絡する方とか忘れないようにするためにですね書くとこもあったりしますまあこれもですねあんま正直使ったことはないけどもまあそれだったら僕ねもう iPhone とか使ったりしますからあとはねこれですね切り取れるねメモ帳でございます結構これに関しては僕ね使ってはないんだけどもまああの使う方からしたらですねめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますちょっとね電話してるときとかに別に手帳に 書書きき込込みたくないけどここに書き込んでですねねああとはあの、ね、会社とかでですね、まあ、デスクとかに誰かのところに置いておくとかね、パソコンの上に貼っておくとか、いろいろできると思うので、まあ、そういう時にですね、使ったりするんじゃないかなと思っております。そしてですね、まあ、最後はこういう感じで厚紙で閉じられて終わりっていう感じのですね手帳になっておりまして、まあ,あとはここのですね、まあ、ペンを挟むとこなんですけども、正直僕はこれを使ってないですね。まあ、こちら、ジュースアップ4のですね、多色ボールペンになりますけども、こう こっち入れてみるとこういう感じで入れ,れるんだけども入れたらですねめちゃめちゃかさばるじゃないですかそして外に出そうと思ったらこんな感じになるんですけどもあんま僕はですね好きじゃないというかまあこれが正しいのかなどうなんですかね僕はですね結構ボールペンとかも挟まずに普通にですね分けてですね持ってること多いかなと思います僕自身はですねマジで使いやすいですし多分ねもう ずっとこれなんじゃないかなって思うぐらいですね僕はもう本当に手帳ねもう言っちゃうと使っ てて別にね。もうこれに、ね、不満がないんですよ。正直ね。不満がなさすぎてですね。変える必要もないから、もうこれで満足してるっていうのはあるかなと思います。ただし、そのね週間ごとで管理したいとか。あと時間とかが書いてるやつあるじゃないですか。1日ごとの時間とかね。そういうのを書き込みたいっていう方はこのね。手帳は向いてないと思いますけども僕はですね。その1時間ごとのね。スケジュール管理とかはもう本当に iphone でですね。まあ、カレンダーでつけてそしてですね。30分後にプルーンってね。まあ、その予定の30分前とかに。 ななるるような設定してるのでででで僕はすすねね全然それでです、ね、もうねね使っっっててててて全然もう満足してるっていうのがあってです、ね、もう本当にずっと6年間ぐらい大学2年生3年生ぐらいからはもうずっと今までねこちらの手帳を使わせていただいております。ということでですね今回この辺でですね終わりたいと思うんですけども是非ですね皆さんのおすすめの手帳とか教えていただけるとですねまあ今年はもうこれ買っちゃいましたけども来年以降のですね参考にさせていただこうかなと思っておりますので是非ですねコメント コメントで教えてくださいあとはね手帳のですねこういうの書き込んだ方がいいよとかね手帳の使い方でですね自分なりにこれめちゃめちゃいい方法がありますっていうのがあったら教えていただけると嬉しいなと思いますということで今回はこの辺で終わりたいと思いますけども皆さんとまた最高のアートの世界でお会いしたいと思います今年もですね残すところあと今日が293031もう残りあと今日入れたら3日ぐらいになりますけども皆さんですねぜひ今年やり残したことがないようにそしてですねまあもう今年いわゆる仕事を おめっていう方昨日で終わったのかな今日からゆっくりしてる方とかねあの規制ラッシュとかねいつも通りニュースでもありますけどもまあゆっくりしていただけると嬉しいなと思っております健康だけはですね本当に十分に注意していただいてですねやっぱり元気じゃないとですね本当に何してもですね大変になってしまうっていうのがありますし好きなことでもね健康じゃなかったら本当にねあのしんどい思いしてね好きなことする必要はないと思うのでぜひですね自分の健康管理はしっかりした上でですねもちろん今回のようなスケジュール管理もしっかりして もう元気よくですすねね来年に、ね、入っってていいただければ嬉しいなと思っております僕自身ね、まあ、仕事納めっていう的なものはもうあのないので、まあ、正直ね、365日休みであって、365日仕事みたいな感じの生活をですね、僕はしてるので、まあ,あの別に仕事納めとかね、正直いないんで、僕の中ではもう遊びが仕事になってるみたいな感じだし、仕事をですね、僕は遊びみたいなね、あのもちろんね、あの今の言葉の感じだとなんかふざけてるのかと思うかもしれないんですけども、僕はですね、もうちっちゃい頃から、 もう学校行くのも大好きだし学校行ったら友達に会えるっていう感覚でですね僕は仕事に行ってもまあ喋り相手がいる喋り相手がいるっていうかまあ友達とかがいるっていうのをなると僕自身はもう本当に1年間を通してですね本当に毎日遊んでるような感覚でですね生きてるっていうのが僕的にはですねもう最高なね生き方してるなって思いますけどもまあもちろんねあのー、ね多分皆さんにも伝わらないですね大変さっていうのはもちろんねみんなそれぞれあると思いますでもその中でですね自分ががやりりたいここととに向かってですね僕は走り続けることが 最高だと思うので、これからも走り続けたいと思いますし、ノベル・ヨタ・ギャラリーをですね、もっと皆さんと一緒にですね、世界を広げたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。そして来年もよろしくということでですね、またね、明日以降のですね、動画も楽しみに待っていただけると嬉しいなと思いますので、ぜひ明日もお待ちください。では皆さん、ぜひですね、手帳まだ決めてないよって方はですね、こちらのですね、ディア・クレール・ラプロをね、探してみていただけると嬉しいなと思います。では皆さん、また明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。手手帳手帳 手を二十歳以降もう6年間ぐらい同じ手帳使ってますけどめっちゃ最高ですありがとうございますでは皆さんまた明日お会いしましょうバイバイ手帳手帳手帳センキュー